皆さんこんにちは。工学部宇宙システム工学科准教授の豊田です。本研究室では人工衛星などで起きる放電事故を防ぐための研究をしています。放電事故を防ぐ方法の研究や安全を確かめるための試験をしております。また近年打ち上げが大幅に増加しております超小型衛星の姿勢を制御したり軌道を変えたりできる電気推進機の研究をしています。人工衛星などの宇宙機が周回する宇宙空間では帯電や放電を引き起こし悪影響を与えるプラズマが存在しています。放電により人工衛星が運用できなくなる事故が起きており宇宙機の放電事故を防ぐ技術が求められています。当研究室ではこれまで打ち上げ前の人工衛星に対する地上帯電放電試験法を開発し NASA やヨーロッパ宇宙局などの研究者とともに国際標準化してきました。現在は日本のみならず海外の衛星帯電試験を引き受けています。当研究室主導で厳しい宇宙プラズマ環境を定義した国際標準も策定し帯電解析シミュレーションで利用されています。この他に宇宙プラズマを利用した電気推進機の開発も行っております。2019年現在大学が打ち上げた超小型衛星数がナンバーワンとなっている急行台ですがその大きさから推進機を搭載することが難しい超小型衛星に搭載するための推進機を開発しミッションの多様化を狙っています。本研究室主導で開発した国際標準に基づいて試験することで人工衛星は安全に運用されるようになっており、これからも厳しい宇宙に耐えられるように宇宙機帯電放電の研究を続けていきます。さらに放電抑制技術の開発により宇宙発電衛星、宇宙ホテル、宇宙工場などさらに大電力での発電が心配なしにできるようになります。また現在推進機を搭載できないような超小型衛星に搭載できる推進機を研究開発することでただ宇宙空間に浮いている状態から自由に動かせるようになります。これにより超小型衛星の需要の広がりに貢献することができます。宇宙に興味のある皆さん帯電放電や電気推進機の研究を通して私たちと一緒に宇宙開発を支えてみませんか。